この問題は、自己インダクタンスに関する問題です。それでは説明いたしましょう。このような感情鉄心があって、この感情鉄心のコイルにですね、600回巻いたコイルに4アンペア流したところ、時速密度が 0.2 テスラであった。鉄心の断面積は10平方センチメートル。この場合の自己インダクタンスの値はいくらですかという問題です。それではちょっとこちらのところでこういうことをちょっとやってみましょう。こういう感情鉄心で、結構ですから、こういうふうに感情鉄心をやって、ここに巻き線を巻いてみましょう。いいですね。そしてここに N 回、そしてここに I アンペアの電流を流してみます。いいですか。そうすると当然ここには時速ができます。こうやって、時速ができるわけです。はい、この時速をファイとしましょう。いいですね。時速、単位はウェーバーです。はい、そうするとですね、ここでこういう約束事があるわけです。自己インダクタンス、自己インダ、 L はイコール、はい、I 分の N ファイ。いいですか。これは約束事だから必ず覚えておいてください。単位はヘンリー。いいですね。大変重要な公式です。はい、そしてここで、はい、N と Φ、 N Φ について考えてみましょう。 Φ はこれはイコール、どういうふうになってるかというと、はい、N はこういうふうにこうなってます。こういうふうにこうなってる。そして、ファイはどうなってるかというと、時速はこれを見ると分かる通り、こういうふうにこう見えます。はい、こういうふうにこう見える。これ何に見えますかね。鎖みたいに見えますから、これを、はい、鎖鋼、鎖の鎖鋼、時速数と言われます。いいですね。こういうふうに表されるわけです。単位は N ファイですから、これはウェーバーです。単位はウェーバーになります。はい、それを、ではこの式をここに入れてみましょう。そうすると、はい、時速ファイはイコール、はい、これは BS です。いいですね。時速密度に断面積をかけてあげればいい。そうするとこれはイコール、はい、 B は 0.2 テスラかける 10 かける、はい、単位に気をつけてくださいね。平方センチメートル、これは10の、はい、センチにも
事情がかかるもんですからマイナス4乗になります。マイナス事乗をさらに事乗した値になりますからこのようになります。したがってこれは 2×10 のマイナス4乗、はい、ウェーバーとなります。いいですね。はい、したがって、自己インダクタンス L はここにも書いてますからこの公式あの定義式を使います。よって L はイコール I 分の N φ、はい、イコール4分の N は600かける2かける10のマイナス4乗となります。いいですね。はい、それではこれを計算してみましょう。そうすると、はい、これとこれで、約分ができて1、2になります。はい、さらにここで2とこれが約分できて300になります。いいですね。すなわちこれは、はい、300×10 のマイナス4乗ヘンリー、すなわち 30×10 のマイナス3乗ヘンリー。いいですね。これはイコール30、はい、10のマイナス3乗はミリですからミリヘンリーとなります。はい、これが答えになります。ここで大切なことはこの定義をよく覚えておくということです。問題にはインダクタンスって書いてますけども、これは自己インダクタンスのことを指しています。もう一度ですね、このことをしっかり覚えてこの公式は暗記しておいていただきたいと思います。